日本広島県広島市南区、日本一志歩は、広島市南区に位置する地区であり、ここでは町名に、日本を関する地区の総称として用いる。黄金橋に沈めの淵崎漁港、漁村であった頃の日本地区の面影を残している、広島県を流れる大田川デルタのうち、沿江川と京橋川に挟まれた巣の沿江川、川口右岸に位置する。全域が、日本小学校、 日本中学校の学区に属する。峠島などの当初も、住所表示上、日本町に属している。広島の新海地発展図、現在の日本地区を含む黄金山麓が、広島追記時には当初であり、江戸時代の東新海、南新海の造成によって陸続きになったこと、また日本新町の一部と、日本二丁目の一部が、 大正、昭和期に埋め立てられたことが示されている。米軍作成の地図、現在の日本一丁目に存在していた入江など、戦後の再開発以前の主要道路、海岸線が示されており、日本町、淵崎町などが確認できる。日本グレードスクールはこの時点の所在地ではなく、旧高地の方で示されている。日本は、遅くとも、鎌倉期から存在する古い地名である。 原版通史によれば、その由来は、水鳥の、に落とされるが、日本姫神社に由来するという説、あるいは、同社の名称の由来となっている、日本姫自身が主社と深い関わりを持つ女神である。ことから、古代においてこの地が、主社の産地すなわち、乳であったという説もある。日本七浦中世から、江戸時代初めにかけての日本は、広島湾島に浮かぶ当初の一つ、 ニホ島の一部であった。この時期、ニホ島と台湾の向かいようには、ニホ七浦と呼ばれる漁業集落が形成されており、その中に淵崎浦及び湯杉浦が含まれていた。六百六十二年の東深海の埋め立てにより、ニホ島は七山など、広島城下と地続きになったが、漁業は相変わらず盛んで、淵崎を中心に乗り、柿の養殖が行われ、広島半量でも、 有数の産地となった。また農業では、高地に乏しい淵先の住民が、新たに造成された東深海に田畑を求めて込め、麦を栽培、ついで綿花栽培が、盛んになった。秋群、二保島村、二保村1889年、淵先、由月を含む二歩島及び、向井洋の集落は、町村制による、秋群、二保島村となり、 淵崎に村役場が置かれた。この時期になると村から海外への移民が盛んになり、1911年時点で、淵崎地区からの海外移民は728人に上った。1873年には小学校として、同盟者、1894年に、日本東高等小学校が設立。両校は1908年統合され、日本人城高等小学校となった。 また1877年には、淵崎郵便局が設置された。広島市への編入1929年、二保村は広島市に編入合併され、かつての村域はすべて、広島市、二保町となった、二保地区のみならず、本浦、大河、丹那、楠木那、日な、青崎、堀越、向井広市、二之島、金和島各地区など、広範な地域が含まれている。 1943年には、東阿蘇の沿行川河口が埋め立てられ、現在の、日本新町二丁目及び、日本二丁目、三丁目の沖合に、広大な土地が造成され、対岸の向かいよとの距離も、大幅に縮まった。また、1930年代には、海外からの輸入制限撤廃の影響で衰退した、綿花栽培に代わって、蓮根栽培が拡大。一時は、蓮ンバ竹が、 町の代表的な景観となった。原爆の被害1945年8月6日の原爆投下に際しては、爆心地から4キロメートル以上離れていたことや、黄金山の影に入っていたことなどから淵先、ユス地区では直接の被害は禁傷であった。しかし当日建物疎開作業への勤労動員で、早朝から市内に出ていた住民約120名や、 旧護所として指定されていた、日本国民学校に、市内から避難してきた被爆者の中から、多くの犠牲者が出た。戦後の埋め立てと開発戦後、沿行川川口の埋め立てが再開され1963年には、ユスキ沖合のいう水面の埋め立てが完成、松田の工場が建設された。しかし同時に、埋め立てや工場建設などによる沿行川の水質悪化で乗り、 カキなどの養殖は次第に衰退に向かった。1966年9月1日には町名変更が実施、二保町が多くの新町名に分割された際に、現在の二保二保沖町が新設され、隣接する篠野目町も新広島バイパスの南側となった地区が二保新町として分離した。また現在の二保一町目と二保新町二町目。 篠の目山三丁目の境界付近には、沿江側の入り江が深く入り込んでいたが、この年までにほとんどが埋め立てられ、さらに12月7日には新広島バイパス及び、日本橋が開通した。これらを契機に、日本地区では、急速に宅地化が進行。連畑は、次第に減少していき、日本地区は、反農反漁の村から、近郊住宅地に変貌していった。 現在1970年代以降は、黄金山山腹の住宅団地造成が進行、朝日が丘ニュ朝日が丘団地などが建設された結果人口が増加し、1976年には、段原中学校より分離して、地区内に、日本中学校が開校した。ついで1986年から92年の日本、南団地造成により、日本四丁目及び、 日浦町の各一部区域を合わせて、新町名、日本南が設置された。2000年8月には、黄金山と山道から、日本中線を経由して、日本南の団地を通り、日本車庫に至る広電バスの路線が開業。日本地区に、広島南道路、広島高速2号線、3号線が開通し、利便性が向上した。教育機関公民館、 集会所その他公共機関博物館、資料館公園郵便局、金融機関工場、企業店舗漁港道路橋梁バス。ありがとうございます。